紀元前6世紀の諸民族とアルギッパイオイ人の位置。アルギッパイオイは古代ギリシア時代にウラル山脈の麓に住んでいたとされる民族。生まれながら彼らは皆ハゲ頭であるため特等族と呼ばれた。古代ギリシアの歴史家ヘロドトスはヒストリアイにおいて次のように記している。別種、スキタイの地を過ぎれば小石や岩だらけの荒れ地が続き、そこを過ぎると 高い山脈のふもとに、男女の関係なく全員、生まれながらにして、特等の民族が住んでいる。獅子花で、顎が張り、スキタイ風の服装をしているが、独自の言語を話し、好みを常食としている。彼らの生活の糧となっている木の名は、ポンティコンといい、大きさはほぼ一軸の木ほどで、イン,ンによく似た果実がなり、この実には、核がある。熟した実を布を通して絞ると、 黒ずんだ濃い液が流れ出すが、これをアスキュと呼んでいる。彼らはこの汁をそのまま舐めたり、乳と混ぜて飲んだりし、また絞りカスの濃厚な部分で、菓子のようなものを作って食べる。この地方には、良い牧場がないため、家畜の数が少ないことによる。彼らはいずれも木陰を住みかとし、冬になると木に白いフェルトをかけて住み、夏はそれを取る。 この民族は神聖死されているので、彼らに危害を加える者は誰もおらず、また、武器の類は一切ない。近隣の住民の争いを調停するのも彼らであるし、彼らを頼って避難してきた者は何人たりとも、危害を加えられることはない。この民族の名は、アルニッパイオイという。ヘロドトス、歴史巻4から23ヘロドトスは、独自の言語を話すと記しており、 少なくとも、スキタイ語ではないと考えられる。バシュキル語やカルムイク語の言語系統は、アルタイ系のトゥルク系であるので、仮に、スキタイ語が、インドイラン語派であるならば、この記述に矛盾は生じない。スキタイ周辺の民族の中で、スキタイと異なる言語を話すのは他に、アンドロパ語イが挙げられる。かつて王族スキタイに背き、その果てにこの地に到来した者たち。おそらく、 ウラル山脈だと思われる。松平百八十八 p 百八十三9十四比較的毛の薄い、バシュキル人やカルムイク人を指すと言われている。松平百八十八 p 百八十三9十五これもバシュキル人やカルムイク人の外見を思わせる記述である。エゾノオア水桜のこと。学名を、プラニスパダスという一種の野生の応答であり、西ヨーロッパでは、 渋みが嫌われて、あまり食用されないが、現在でも東ヨーロッパから、ウラル山脈登録一帯にかけての諸民族は、この渋みを上手に取り除くか逆に利用して広く、食用引用に当てている。松平1988、P183 中16。ありがとうございます。